い、どうもこみです。さて本日はこちら TH コンプリーターさんからお届けしていきたいというふうに思うんですけども、いやー、クラン対戦リーグが熱いですね。どんどんね、チャンピオン1とチャンピオン2が今その苦しくなってるっていうんですか、降格するクランの方が昇格するクランよりも多いんで、まあ層が必然的にこうどんどん熱くなっていっちゃうんですよね。もう上手い人クランばっかが残っていくみたいな。なんで本当ね、今もう残留ですらなかなか難しいという中で、 TH コンプリーター今ですね、4戦4勝ということで、今事実上のですね、決勝戦、今これ1位と2位のぶつかり合いにこうなってるんですけどね。いやー、これ勝ってね、ぜひまたチャンピオン1に返り咲いてほしいなというふうに思うんですが、本日はですね、皆さん、僕も大嫌いなあの形ですね。あの形を、どう攻略するかというのをですね、ちょっと一緒に考えていきたいというふうに思うんですけども、これですよ。もう四角いの嫌じゃないですか。めちゃくちゃ僕嫌いで、これ。もうこのね、もう四角い区画がいっぱいあって、ほんと攻めにくいんですよね。食い火でこのシングルインフェルノなんか当然この、ね、届かないし、このシングルインも届かないし、タウンホールも届かないし、投石器を折ろうと思ったらなんか、あっちゃこっちゃからね、クロスボウから撃たれまくって、もう食い火なんかなかなかできない風に見えるんですけども、実はね、これ食い火でいけんじゃないか説がちょっとあって、まあ、そこら辺も交えてお話ししていきたんですが、まず一本目っていうのはビタゴグさんですね。で、これはスーサイドラバルになるんですけども、まあ、さっき、食い火とか言っときながら、一本目からスーサイドかよっていうね、話はちょっとま、置いといていただきまして、これですね、ね、どういう考え方でいくかっていうと、こんだけ広くね、壁の中に隙間を開けてるので、まあ、ライドラなんかがすごく刺されにくそうに見えるじゃないですか。ってことは逆に言うと、火力がめちゃくちゃ密集してる部分っていうのが、まあ、そんなない。まあ、強いてはこの辺ですね。このクロスボウ4機があって、投石機があって、キングとロイちゃんがいる。まあ、この辺っていうのが若干、まあ、陸の火力が集中してますけども、出ないところ、タウンホール側っていうのは、これ、援軍をしっかりとこう処理してしまって、かつタウンホールを壊せば、奥側もライトニングでこう削ってるんで、まあ、ちょっとシングルインフィールドが怖いかなぐらいですよね。まあ、ここは、このアチャクイのクロークに加えてアイスゴーレムもいるし、フリーズも持っていってるんで、まあ、その K は全然こうしっかりね、できるというところで。なんで、ロイヤルチャンピオンが結構いい仕事して伸びるんですよね。こんなとこまでこう壊していってくれます。で、さらにアーチャークイーンとバーバリアンキングでシングルインフェルノを壊して、あれよあれよという間に見ていってもらうとですね、ババキンが壁を殴りながら進んでるんで、このぐらいのところをごそっとこう、こんな感じで、ヒーローでこう削っていっちゃうんですね。そしたらラバルを回すルートっていうのは、まあ、比較的こう、限定されてくるようにまあ見えるじゃないですか。なので、低火力のところを見つけて、まあ、ヒーローなり、クイヒーなりで削っていくっていうのが、まあ、このような配置を攻める場合には、まあ、結構大事なのかなというのをね、ちょっと見てて感じました。まあ、バランスが取れたような防衛の、まあ、施設を置いている配置ってのもあるんですけども、何せこの突撃艦、これ何よって話ですよね。これ、全く意味のない突撃艦をかましてるんですけども、まあ、それでもいけてしまうというね、多分これ兵器間違えたんじゃねえかな。まあ、そんなようなね、ところですので、これでもまあいけてしまうって言い方したら失礼ですけども、まあ、序盤のスーサイドパートがミスなくきっちりと、アーチャークイーンとキングがここまでこう進んでいるっていうね、こんな感じ進んできてるっていうのは、まあ、だいぶ削りができてるんですが、まあ、それに付属させたまあ盾役っていうのは、まあ、正味アイスゴーレムぐらいじゃないかなと思うんですけども、ライトニングと、ヒーローを使って、火力の低いところっていうのを、まあ、作ってからそこを潰すみたいな、まあ、スーサイドの、まあ、基本になるのかな。ライトニングで火力を避けてからそこをヒーローで削るみたいな形ですね。まあ、それが、こういう四角い村でも通用するということで、いかに火力を、低いところを探せるか、あとは、まあ、そこをいかにこうライトニングとかを使って作っていくかですね。まあ、こうパッと見ると結構火力が高そうに見えるんですけどね、この辺って。見えるんですけど、まあ、この投石機を壊しちゃえば、あと防衛援軍と、あとは、クラン城で、グランドウォーデンとアーチャークイーンはストライカーが、まあ、いれば、まあ、グランドウォーデンの像は普通にね、殴り壊せるし、アーチャークイーンも、ストライカーで倒せるしと、まあ、いうところですね、を考えて、まあ、かなりうまく、この、火力っていうのの偏りを、見たアタックだったのかなというふうに思います。いやー、すごいですね。こんな風にあっさり取ってくるのか、ミラゴグさんはって思って、まあ見るのは本当に簡単でね、自分がすると難しいんですけども、まあ、その考え方ですよね。いろいろ試すときにも、本当に闇雲に試したらキリがないので、まあ、どういうその考え方で、トライアルをしてみるかみたいなところっていうのが少し、まあこの動画の中から参考になったら、まあ本当に嬉しいなというふうに思います。
で2つ目はタクさんですね、まあ、この形もまあよく見る、まあ、嫌な形ですよね。本当に嫌な形です。で、ね、今回中央にマルチが2個あるので、ここをねうまく使っ、回避していくにはラバルはちょっときついかなということで、まあ、しかも投石も結構離れるところにありますからね、ここはディガホクを選択してヒールとトームで乗り切っていこうという形にしていますね。クイヒディガホクの形で、ここはですねかなりすごい、ここに今クイヒを突っ込ましていけるのって結構勇気があると思うんですけども、援軍がこれドラゴン2体が入ってたのかな確か、まあ、それが結構良かったかもしれないですね。しっかりこれサイドカット、ここを両側がっちりやってるのでクイーンがそれずにこうタウンホールに向かっていきましたね。これまずうまいですよね。なかなかこのカットって上手にできないケースが多いと思うんですが、しっかりとアイスゴーレムで防衛軍を釣ろうとしている、これがうまい。まあ結果的にはアイスゴーレムがいなくてもおそらくここ突破できちゃったんだろうなと思います、この感じだったら。なんですけども、ストライカーと、あと、スーパーガーゴイルのパターンが来た場合にアチャクイが耐えきれなくならないようにアイスゴーレムを使って援軍をするってことを考えていってなのかなというところですね。でスーパーボールブレーカーでここを開けたのはアーチャークイーン、グッと入ってきたアーチャークイーンを戻してこちら側にこう歩かせていこうと、まあ、いう意図があったと思うんですけども、ちょっとアーチャークイーンがねなかなかそっち方面に歩いていかないような形になっていってます。ただまあどうなんだろう、ここに穴開けたんだったら、アーチャークイーンをね二次一方面に流して下の方からディガホクでも良かったのかなという気はするんですけども、まあ、もしかしたらワンチャンこれ合流をさせてヒーラーのスイッチ狙ったのかもしれないですね。結果的にはまあこのまま押し切っちゃうんですが、これもそうですね、クイヒを使って相手の村にちゃんとこう形を作る、ここですね、形を作っていって、でこの広い面なんですけども、ディガホグたちって結構こうばらけて、もうさっき言ったようにその火力がめちゃくちゃ集中してるゾーンっていうのがないんですよね。こういう四角い村って割とまんべんなく火力が配置されてるので、まあ、その火力をある程度中央部まで、数残した状態でこうトームを打ったりできたりすれば、ばらけた後のユニットがそれぞれ格好やられずに、防衛を壊してくれる、まあ、微妙なバランスだと思うんですよね。結構これ微妙なバランスだと思うんですけども、やれてしまうってことですね。まあ、今回ね、ちょっと関西クラクラクラブもこういうような四角い配置を出してる、まあ、メンバーがいて、ちょっとね、JWC の前なんでなかなか出しにくくてごめんなさいなんですけども、ディガホグで、2人とも見事にやられてました。で、まさに同じような感じですね。タウンホールから食い火で狙ってくんですよ。このケースとまさに同じで、タウンホールを食い火で狙っていって、で防衛軍も一緒に食い火で処理、ここまでができてしまうとディガホグで一気に、ザラッとねこの残った四角の枠の中というか壁の中を、壊していけちゃうというのがですね、ちょっとそれなんていうんですか、たまたまじゃないのっていうふうに思うかもしれないんですけども、実際できちゃうっていうのが相手の攻めを見ても分かりました。なんでクイヒディガホグ結構ね終わったかなと思ったんですけど、こういう四角い村に対してはむしろまだまだ通用するというか使える場面って多いのかなというふうに思っていて、まあまたちょっと今度ねクイヒディガホグの使い方的なところも自分なりにまとめてお話をさせていただこうかなというふうにも思っております。まあとにかくこんな感じですね。で、ラスト行ってみたいと思います。残念ながらですね、ちょっと今回は失敗してしまったアタック1個だけ取り上げさせていただけたらなと思います。アマシンさん、申し訳ないんですけども、これですね。四角配置。これもなかなか攻めにくいなっていう感じがするんですけども、さっきからまあ、ひたすらお話ししますけども、やっぱルートを作るっていうことが非常に、こういう広い配置を攻める場合には、まあ、特に大事ですよね。壁にこう全部囲われてるんで、どの区画を壊してルートを作るかっていうところですね。で、今回、アマシンさんは、ここライトニングで穴を開けて、そこからですね、ユニットを入れるのかなと思ったら、多分これ偶然穴が開いたのかな。多分、穴を開けるとこまでは狙ってなかったのかなというふうに思うんですけども、穴が開いて、で、この後のヒーロー展開がですね、こちら側にこう、アイゴレからのロイちゃんを出していきます。で、ワンチャンですね、ここの、シングルインフェルノと、なんだ、投石機のところ、おそらく狙っていったんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとね、届かずにやられてしまって、削りが不十分になってしまったんですね。これは多分、アマシンさん、悔しかっただろうなというところなんですけども、あとこの後のバーバリアンキングとアーチャークイーンのパートが本当にお見事で、
しっかりですね、壁に穴開けてタウンホール狙っていくんですが、アナーチャクイーンにちゃんとゴーレムがこうついていってるので、ダメージを受けずに、受けてますけどもね、致命傷にはならずに、アナーチャクイーンが進んでいけてます。で、ゴーレムがしっかりイーグルのターゲット、大砲のターゲットも取って、さらにそのゴーレムがやられてからは、バーバリアンキングがターゲットを取ってくれて、ストアーチャクイーンはしっかりとタウンホールに届くというところですね。フィストもまだ残している状態ですので、しっかりタウンホールを壊して、で、そのままアーチャクイーン、さらに中央で削りを入れていくんですが、残った形を見ていただくと結構広くこう残ってしまっているんですね。ロイヤルチャンピオンの削りがこっち側にこう入っていたら、もしかするとこういう形、こういうような形になって L 字が作れて回ったかもしれないかなっていうのがワンチャンちょっと思ったんですけど、まあそれは生新さんかなり上手い方なんで、まあ自分が多分やってもできないだろうし、アマシンさんとっさに、ここに穴が開いたところを見て、ロイヤルチャンピオンを出す場所を切り替えなかったっていうことは、相当ハードルが高かったのか、ないしは、切り替えない方がやっぱりいいというふうに踏んでたのか、ちょっとそこら辺は自分もなんともわからないですね。残念ながらこの後ですね、シングルインフェルのロイヤルチャンピオンが残っちゃってますので、ここの投石機にやられてしまって、あとは全部バルーンが落ちるというところですね。これでもロイヤルチャンピオンがどうなんですかね。こちらの、最終地点にこういるので、もしかしたら、どこかでちょっとラバル回すとかヒーローを使う場所を間違えたのかな。ちょっとわからないですね。いずれにしてもこういうルートがちゃんとできてないとなかなか最後までですね、ユニットが回りにくいということがありますので、こういう広い配置を攻めるときは特に、ディガホグをするにしてもラバルをするにしてもルート作りっていうのも非常に重視してもらえたらなというところかなと思います。ラバルをする場合には結構ヒーローでがっつりと、削っていくっていうのがいいのかなというふうに思うし、あと、クイヒディガホグをなさる場合には、クイヒでタウンホールをきっちり落としていくというのがめちゃくちゃ重要かなと思います。要は、こんだけ広いので、当分を必ずタウンホールに使わされちゃうっていうのは、当然美味しくないかなと思いますよね。なので、そこを食い火突破することによって、投石機のダメージとかが集中するようなゾーンに、当分を使ってディガフの延命を図るみたいな、さっきの2本目の、たくさんのアタックですね、のような形っていうのを作ってみていただくのがいいのかなと思います。ちょっとね、自分も、こういう四角村と出会った場合には、意外とタウンホールを後回しにしがちになるんですけども、結構 なぜかイーグル砲を先に壊そうとかそういう風なことを考えちゃうんですけども、じゃなくて、タウンホールをまず狙っていけるようなプランが組めないか、当然援軍処理は重要になってくるんでそれができる前提ですけども、そこら辺を考えながら攻めていってみたいなという風に思いました。はい、というところでですね、本日はこの四角い村の攻略法についてちょっといろいろですね、考えてまいりました。少しでもですね、こう参考になるところがあったら本当幸いです。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。またですね、タウンホール11、12、13とこの3つのタウンホール帯をまんべんなくこうお届けしてまいりますので、今後もぜひですね、ご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。というところで、本日はですね、動画この辺で終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。